川内宏君。はい、川内君。川内でございます。委員長理事の先生方の お許しをいただいて発言をさせていただけますこと、心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。また梶山大臣にはですね、親子2代にわたって、経済産業大臣、水産大臣ということで中小企業、小規模事業者のためにですね、今この新型コロナウイルスの渦中において、親父であればどう行動しどう発言しただろうかということを常に、自問自答しながら日々、職務に精励をされていらっしゃることと推察をいたします。そこで今日は持続化給付金の事業の事務の在り方について聞かせていただくわけでありますが、その前に前提としてですね、いろいろなことを教えていただこうと思っているわけですが、全国で、たくさんの中小事業者、小規模事業者、フリーランスの皆さんが、5月末はなんとか乗り切ったと、6月末が来るのが怖いと、この資金繰りをどうするかということを一生懸命、考えて、金策に走っていらっしゃるのではないかというふうに思います。だからそういう意味で持続化給付金をみんなが待っていると、1円でも多く欲しいと、1秒でも早く欲しいというふうに思っていらっしゃると思うんです。そこで前提の数字を今日はこの新型コロナウイルスの問題で一番被害を受けている、たくさんの方が被害を受けているわけですけれども、旅館ホテルですね、旅館ホテル、4月、5月の旅館ホテルの客室稼働率について、まず教えていただきたいというふうに思います。観光庁、加藤審議官。お答え申し上げます。宿泊施設の客室稼働率につきましては、観光庁において宿泊旅行統計調査において把握をしております。4月の客室稼働率につきましては、一時速報値でございますが、全体で 16.6% となっております。また、都道府県別の数値については、これは現在集計しているところでございます。さらに、5月の客室稼働率についてでございますが、これは現在調査中でございます。ただ、緊急事態宣言期間中、都道府県からの要請などに伴い休業した宿泊施設も少なくなかったと承知しており、厳しい状況にあるものと認識しております。川内宏君。大臣、4月が全国で 16.6%、 5月はさらにそれよりもですね、恐ろしい数字になっているのではないかというふうに思います。でそういう中で日本政策金融公庫がコロナ特別融資をしていらっしゃるわけですけれども、その、コロナ特別融資のですね、融資相談件数、融資決定件数、融資決定金額、融資実行金額、これらをですね、順番に教えていただき、さらにこれはリーマンショックの時と比べて、数字的にはどうなのかということを教えていただきたいと思います。日本政策金融公庫若井常務取締役。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客様からの融資申し込みや中小企業向け融資につきましては、3月10日に新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設が公表されて以降急増いたしまして、5月末までの2ヶ月余りの累計で約52万社となっております。これはすでに平時の年間申し込みであります約30万件、これを上回っております。またリーマンショックの影響が大きかった平成21年度の年間申し込みであります約49万件、こちらをも上回る実績となっております。融資決定を行ったものにつきましては累計で約36万社、約6兆円の実績となっております。
また融資決定を行いましたもののうち、現時点で融資実行を行ったものは累計で24万社、約4兆円の実績となっております。なお融資決定と実行の実績に差がございますが、これは融資決定後から送金を行うまでの間にお客様との印鑑証明書等を含めた契約書類のやり取りや送金手続きがあるため時間を要しているものでございます。ただお客様の資金繰りに支障が生じないようにですね、資金が必要な時期等を丁寧に把握いたしまして、きめ細かな対応を心がけているところでございます。以上でございます。川淵博君大臣、もうすでにリーマンショックの時を超えて相談件数があると、これは大変な事態が起こっているのだということを、今日この委員会室にいるみんなでですね、認識を共有しなければならないというふうに思いますし、融資決定件数と融資実行件数、36万件が決定し、24万件が実行したと、決定金額は6兆円で、実行金額は4兆円、そこは少し書類の精査等にタイムラグがあるのだということで、もうみんな、もう一日でも早くお金が欲しいと、資金繰りに安心したいという思いで、日々を事業者は過ごしてらっしゃるのだろうというふうに思いますので、政策金融公庫におかれてはですね、さらなるご奮闘をお願いをしておきたいというふうに思います。さらに、差は去りながら、融資を受けられる人はまだいいと、もともとメガバンクとか、地方銀行と付き合っている人というのは、事業者というのは、内容がいい人が多いと、決算の内容がですね、大日銀とか、信金とか、信祖とか、本当にその日々、苦労しながら経営をしてらっしゃる皆さん、大日銀、信金、信祖とお付き合いをしている場合が多いのではないかと。じゃあ、そういう大日銀、信金、信祖のですね、融資、4月、5月の融資実行件数とか、融資実行金額とか、あるいは相談に応じてもらってる間は、返済期日が来ると、返済しなきゃいけませんから、4月、5月、どのくらい返済金額があったのかということをですね、金融庁から大日銀、信金、信祖について教えていただきたいと思います。金融庁、石田総合政策局参事官。お答え申し上げます。金融機関の融資の動向についてのご質問でございますが、私ども金融庁といたしましても、特にこういう情勢でございますので、非常に注意して金融機関の動向をモニタリングしているところでございますけれども、毎月の貸し出しの状況につきましては、毎月の融資の残高を基本の係数として動向を見ているところでございまして、お尋ねの第二地方銀行、信用金庫、信用組合の内訳を含めまして、融資の実行額、あるいは融資の返済額というものについて、定義等を揃えて公表できる形で集計した係数というものを持ち合わせておりませんので、ご理解いただければと思いますけれども、融資の残高の動向について申し上げますと、一部暫定値を含むものでございまして、5月末の残高はまだ集計できておりませんけれども、第二地方銀行につきましては、3月末が 49.3 兆円、4月末が 49.4 兆円、信用金庫が3月末が 72.6 兆円、4月末が 72.8 兆円、信用組合が3月末が 11.8 兆円、4月末が 11.8 兆円となっており、いいものと承知しているところでございます。川淵博君。大臣ね、大日銀、信金、信祖については、融資残高が、ほとんど伸びてないというご報告でございますよね。だから、その本当に地場で頑張っている中小小規模企業に、やっぱりお金が私は回ってないことのある一つの、これ、客観的なデータではないかというふうに思うんです。そういう中で、この持続化給付金が、もう本当に、みんな待っていると、100万、200万じゃ私、足りないと思いますよ。もっと大きな金額を積み増していくべきでは
ないかというふうに思うのでございますけれども、この フリーランスも対象にするよと大臣おっしゃったんですけれども、対象にするよと言ってからですね、はい、じゃあ受付始めますよというところにまだ至ってないわけですね。これは一体 なぜなんですか。梶山経済産業大臣。5月1日から持続化給付金の申請、受付が始まりました。まあ、その中で、まあ、フリーランスの扱いということがすぐに課題になってまいりました。フリーランスの方というのは、私どもの考えで言いますと、個人事業主に準ずる方ということで、事業を営んでいる方ということであります。ですから、事業所得に着目をして、確定申告書での事業所得ということに、が条件となっておりましたけれども、給与所得や雑所得で申告をしている方たちがおいでになって、それが入ってないということでありました。まあ、それらも入れようじゃないかという議論をしてまいりました。そして今度はですね、雑所得の場合は、所得税法に分類されている9つの所得以外のものが全部入るわけですね。ですから、どういうシステムを組んでいこうかということで、今、そのシステムを構築中ということであります。少し審査が必要になると思いますし、どういった書類が必要か、まずはその申請をした上で、今度は源泉徴収票であるとか、支払い調書であるとか、例えば、契約書であるとか、まあ、そういったものがあれば、あと個人の確認ができればできるようにしようということでありますが、今の入り口は一緒なんですけれども、少し分かれた形で審査をしなければならないということで、今、そのシステムを構築中で、できるだけ早く皆さんに公表をしたいと思っております川内宏君。まあ、ずっとできるだけ早くという言葉が続いているのでですね、本当に早くしていただけるように、お願いをしておきたいというふうに思います。そこで来週から第二次補正予算の審議が始まるやに聞いておりますけれども、財務副大臣に今日お運びいただいております。お忙しい中ありがとうございます。財務副大臣に教えていただきたいのでございますが、持続化給付金は第二次補正予算で 19.4 兆円を計上すると、1.94 兆円、ごめんなさい、いや、自分の願望が出てしまいました、はい、1.94 兆円を計上するということが決まっておるそうでございますけれども、この 1.94 兆円を中小規模、中小企業、小規模事業者、そしてフリーランスの皆さんに、配分するにあたってのですね、事務委託費は予算上、どのくらいを見込んでいらっしゃるのかということを教えてください。遠山財務副大臣。川内委員にお答えを申し上げたいと思います。第一次補正予算で 2.3 兆円の持続化給付金がつきまして、でおそらく先生この後質疑でいろいろお聞きになるだと思いますが、そこで事務費を計上してそれを、まあ、委託をしているわけでございまして、でその委託費は一次補正の時は先生ご存じのとおり769億円という額でございました。これが二次補正予算でいくら計上されているかというお問い合わせだと思いますが、これは5月の緊急事態宣言の延長によりまして営業自粛等の影響が拡大をしたこと、また引き続き迅速に給付を行う必要があること、それから3つ目に、雑所得や給与所得で事業の収入を計上している事業者、いわゆるフリーランスの方々を含むわけですが、や、また今年創業した事業者、これは今まで対象じゃないということで、これを新たに対象にするということなどを行うことが想定されておりますので、受付審査の体制を増強するため、この事務費も増額をいたしまして、約850億円、これを計上する予定でございます。川内宏君。驚いた、この大変問題になっている大臣、僕、今、びっくりしたんですけど、こう最近の議論を踏まえて、減額して考えているというふうにおっしゃっていただけるかと思ったら、850億円って、すごいちょっと、びっくりしましたけれども、まあ、これちょっと後で議論させていただきたいんですけれども、その前に、
この持続化給付金の事業というのは、もう先ほどから繰り返し言いますけれども、個人事業主やフリーランスの皆さんから大変期待をされ、また残念ながらその事務の遅れについてですね、不安とか不満の声も寄せられているわけでありまして、二次補正で850億の事務費、しかし一次補正では769億という巨大な事務委託費については、多くの国民の皆さんから疑問の声もあるわけです。政府的にはですね、何ら問題はないという今のところお立場であろうというふうに思いますが、国民の中では どうなってるのと、1件あたり5万円の手数料っていうのは高いんじゃないのという指摘もあるわけでございまして、ぜひいろいろと教えていただきたいのでございますけれども、そこで、受付開始のですね、初日、5月1日の受付件数は何件であったのか、そのうち、給付件数が何件なのか、書類不備は何件か、書類は整ったが、支給を待っているのは何件か、扱いが不明なものは何件かということをですね、教えていただきたいと思います。梶山経済産業大臣。5月1日ということでよろしいんですね。はい。審査の状況は刻一刻と変化をしておりますが、正確な数字をお示しすることは少し困難でありますが、5月1日に申請を受け付けた約18万件のうちに、約 93% の方には本日までに給付が完了する見込みです。残り 7% のうち 2% の方はすでに振込口座の確認作業に入っており、登録いただいた口座情報に問題がない方については、直ちに振り込み手続きですから、まもなくこれも給付をされるということであります。口座情報に軽微なことも含めて、誤りが、誤記等がある場合については、事務局で修正を行っており、もう少し時間を要する見込みでありますが、残りの 5% の方は、何らかの書類の不備があるということで、再審査、または再度、不備修正を行っていただく必要のある方々であり、不備が修正されれば、直ちに口座、振込口座の確認、現金の振り込みを行っていくということであります。今までその通知がないということで、お叱りを受けておりましたけれども、これらも反省点であるということで、先々週末ぐらいからマイページにそういう分類をした上で表示をする、段階を分類した上で表示をし、またメール等でも連絡をすることにしております。川内宏君。5% の方、18万件の 5%、大体9000人ぐらいの方がまだ待っているということでですね、もう1ヶ月を過ぎたわけでございまして、本当に早急な事務処理をお願いをしたいと思いますが、続いて2日目ですね、5月2日の受付件数、給付件数、書類不備、支給をお待ちの方の件数、これも教えていただきたいと思います。梶山経済産業大臣。5月2日の受付は約11万件でございます。約 87% の方には本日までに給付が完了をする見込みであります。残り 13% のうち、13% の中の約 5% の方は、すでに振込口座の確認作業に入っているということで、先ほどの1日と同じような状況にあるということであります。残りの 8% は何らかの不備があり、審査または再度、不備の修正を行っていただく必要がある方々であり、不備が修正されれば、直ちに振込口座の確認、現金の振り込みを行っていくということであります。いずれにしても、一刻も早く給付を実施することができるよう、全力を挙げてまいりたいと思っております。川内宏君。今、5月1日と2日についてご報告をいただいたわけでございますけれども、今日事務方にも来ていただいているわけでございますが、この報告はどちらからあった報告ですか。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。事務局の査水協でございます。ちょっと聞こえなかった失礼しました。サービスデザイン推進協議会でございます。川内宏君。事務局のサービスデザイン推進協議会でございますと、
という ご答弁だったわけですけれども、本当にサービスデザイン推進協議会が事務処理をですね、できる能力を持っているのかということがですね、問われているわけですね。大臣に素直なご感想をまず聞かせていただきたいんですけれども、サービスデザイン推進協議会が電通さんと組まない場合ですよ、組まない場合、単体でサービスデザイン推進協議会だけであれば、この持続化給付金の給付事務、事業というものを成し得たというふうに お思いになられます？梶山経済産業大臣。この事業はいろんな会社、いろんな業種が一緒になってできる事業であります。ですから、そういう前提で、このサービスデザイン協議会というものが存在をしていると思いますので、その中での選択であります。川内宏君。いや、大臣ね、いろんな人がこの事業に携わらなければできない事業なんだよというのはその通りだろうというふうに思うんです。他方で、国が契約した相手はサービスデザイン推進協議会であり、そして、持続化給付金を待ち望んでいる皆さんもサービスデザイン推進協議会から振り込みを受けるわけですよね。だからすべての責任はサービスデザイン推進協議会がこの事務事業においては負わなければならないというのが、契約上の立て付けですから、じゃあもし万が一金銭的な事故が何千億何兆円とあった場合にですね、このサービスデザイン推進協議会がその責任を負える団体なのか法人なのかということを考えるとね、私は甚だ疑問に思わざるを得ないんです。単純にですよ、単純に。だから大臣もおそらく単純に考えればそうだなとお思いになられると思うんですけど、いかがですか。委員長。梶山経済産業大臣。どうしてももうそういう企業群がついているという前提で考えておりますので、単純にこの一つだけで手を挙げて、そして連携も何も説明がなければ受けることはできないと思います。川内宏君。いや、まさしく大臣ね、素直なご感想をお聞かせいただいたわけですけれども、多分この委員会室にいる委員の先生方も皆さんね、そらそうだよとお思いになられると思うんですね。で、電通さん、世界に冠たる電通さんがバックについていると、そして電通さんグループがついていると、だから安心だねということになるのかもしれませんが、しかし、他方で、このサービスデザイン推進協議会の代表理事は、この仕事について、自分はあまりよく知らないということをおっしゃっていらっしゃるやに聞いております。経済産業省さんは、いや、そんなことありませんって否定するわけですけども、ぜひ代表理事の話を聞いてみたいもんだというふうに思うんですが、そもそもこの一般社団法人の理事、私もこのサービスデザイン推進協議会行ってみたんですけどね、誰もいないですね、今、現在。で、この2兆3000億を扱う事務費を769億預かって、差配する団体が、常勤の理事が一人もいないと、そこに一人もいないというのは、これもですね、常識で考えて、おかしなことだなというふうに大臣、お思いになられませんか。委員長。梶山経済産業大臣。先ほど申しましたように、いろんな業種が集まった事業をするためのコンソーシアムであると考えております。サービスデザイン推進協議会には常勤の理事はいませんけれども、持続化給付金の事務局業務の全体の統括業務を行う業務執行責任者として、業務執行理事を置き、業務を統括する体制を取っていると承知をしております。その上で持続化給付金については、業務執行理事のもとに給付金事業の全体を統括し、事業者から申請受付および審査のほか、支援を希望する事業者の方向けの申請サポート会場、コールセンター業務など、多岐にわたる業務を必要に応じて、必要な体制を構築をしているところであります。
川内宏君。ですから、大臣、まさしく大臣がご答弁されたように、多岐にわたる業務を全体の工程管理をすると、この私が今日先生方のお手元に配布をさせていただいた資料の1枚目、これ、経済産業省にお作りをいただいた資料でございますけれども、事業全体の工程管理をするというのが、サービスデザイン推進協議会なわけですけれども、この団体の役員の方が、常勤の役員が一人もいないと。常勤の人が一人もいないと、役員がですよ、役員が。その仕事に責任を持つ人が、そのオフィスに、常勤の人は一人もいませんというのは、私はこれは常識で考えて、ありえないことじゃないかなというふうに、思うんですけども、大臣はそう、いや、別に構わんと、いなくていいんだというふうに、お思いになられるかということなんですけど。梶山経済産業大臣。非常勤であっても業務執行理事というものを置いて、業務に責任を持っているということでありますし、先ほど政府参考人から答弁ありましたけれども、日々の集計等もしっかりとここで、集計をした上で、われわれに報告が来ているということであります。振り込み業務は、この今、委員から提出いただいた資料でいうと、一番上の真ん中の株式会社、電通ワークスというところが行って、細かい一つ一つの振り込み作業を行いますけれども、資金の管理、一日一日の出金の管理等は、このサービスデザイン推進協議会で行っているものと承知しております。川内宏君。業務執行理事というのがいるからいいんだと、その人は非常勤でよいのだというふうに、大臣はご答弁になられるわけですけれども、ちゃんと仕事をしてればいいよと、私はですね、それは、ちょっと違うんじゃないかなと、私はそうは思わないですね。やっぱり責任ある人がそこにちゃんといて、何かあったらそこに電話をすれば、その人がいると、トラブルがあったと、じゃあこうしようというようなことがきちんとできることが大事なことなのではないかと、信頼を受けるまずスタートなのではないかというふうに思います。で、最近ですね、500箇所以上、申請サポート会場を設けるということをたびたび中小企業庁の方に教えていただいているわけでございますけれども、4月8日付の中小企業庁の入札広告の仕様書にはですね、申請サポート会場という文言はないんですけれども、事務委託法人の当初の提案書には、申請サポート会場、あるいは相談会場をですね、500箇所設けると、500箇所設けるという文言は、提案書の中に記載をされておったのでございましょうか。那須野事業環境部長。お答え申し上げます。今お尋ねの点につきまして、サービスデザイン推進協議会からの提案書において、全国で最大500箇所で申請サポート会場を設置するということについての記載がございました。川内宏君。その記載があったというのは、絶対間違いないんですね。間違いないんですね。那須野事業環境部長。お申し越しの通りでございます。はい、川内宏君。じゃあその提案書を見せてくださいよ。提案書をまず、昨日の夜の段階では言えませんとか、確認中ですとかね、おっしゃっていらっしゃって、見れば分かる話をですよ。で、ここに来て、いや書いてございましたと。それはね、卑怯というものなんです。大臣、そう思いません？これは別に私の感想ですから、そう思いませんって聞いただけで、感想を言っただけです。で、だから提案書をですね、これはデロイト・トーマツも含めてですね、デロイト・トーマツも含めて、サービスデザイン、推進協議会、の提案書もですね、ご提出をいただくことをですね、委員長に、お取り計らいをいただきたいというふうに思います。合国理事会で協議させていただきます。川内宏君。
で、先ほどからずっと午前中から議論になっているわけですよ。デロイト・トーマツさんのですね、入札価格が黒塗りになっていると、これは開示すべきではないかということなんですけれども、私はですね、大臣はこれ、改めてですね、大臣がこれ、デロイト・トーマツさんに、ちょっとこれ、やっぱり問題になってるんで、開示するからねと、いいでしょうと、公共工事全部開示されるわけですから、工事の場合は、公共工事の場合は。で、公共調達も透明でなければならない、公正でなければならないということは書いてあるわけですから、公共調達全般について、そういう意味においては、疑念が持たれないように、ちょっと価格についても開示するからねと、デロイトさんに、トーマツさんにお話ししていただいて、開示してください、いかがですか。いや、大臣の決断ですから、これ。梶山経済産業大臣。入札の時点で、入札をする時点で、名称については、会社名ですね、については、これは公表することは了解を取っておりますけれども、その入札価格については、まあ、本人というか、その当事者の了解を取るということになっておりまして、今のところ、2度確認をしましたけれども、公表していただきたくないということでありました。川内宏君。その2度確認をしたけれども、公表していただきたくないと。いうことを大臣に報告した人は誰ですか。大臣、誰から聞きました。那須野陣容環境部長。那須野さんじゃないけど、那須野陣容環境部長。すみません、ちょっと固有名詞についてはちょっとお尋ね、事前の準備がなかったのでお答えできませんが、大臣にご説明した職員から報告したということでございます。川内宏君。その2回聞いたというのは、いつ聞いたんですか、口頭ですか、文書ですか、メールですか。那須野陣容環境部長。紹介の日付などについては、ちょっと事前にご連絡があったので用意してございません。川内宏君。いや、ここで答弁したわけですから、大体いつ頃とかですね、2回聞いたわけでしょ、それは答えないと。那須野陣容環境部長。事前にご連絡いただければ、ちょっと調べてですね、ご報告することもできたかもしれませんけれども、今日はないということでございます。川内宏君。大臣ね、大臣は部下の方々を信頼して、ご報告を聞いてらっしゃると思います。他方で私はね、デロイト・トーマツさんに確認しました。経済産業省並びに中小企業庁から、価格の公表について尋ねられてはいないとおっしゃいました。確認されてないとおっしゃいました。したがって、いや、それを責めようなんて思ってないです。責めようなんて思ってないです。だから私が申し上げたいのは、大臣がデロイト・トーマツさんに、これはこんだけ問題になっていることだから、入札価格を国民の皆さんにお知らせしてよろしいかと聞いていただいて、デロイト・トーマツさんは情報公開に積極的でいらっしゃるでしょうから、あ、いいよと多分おっしゃるんですよ。そしたら、みんながその価格を、ああ、そうだねということにできるわけですから、その大臣、そのご決断をしてくださいということを申し上げたくて、申し上げております。梶山経済産業大臣。政府参考人が申しますように、日付は明らかではありませんけれども、デロイト・トーマツに確認をしております。デロイト・トーマツにおきましては、デロイトにおきましては、社長まで挙げた上での結論だということでありました。川内宏君。それはね、大臣、違います。デロイト・トーマツさんは聞かれてないと言ってるんです。聞かれてないと言って、私は自分で確認してるんです。で、秘書官の方もね、後ろからあんまりでたらめなことをね、言わない方がいいですよ。後で困りますよ。だから、いや、要するに、公正さ、公平性、あるいは透明性というものを確保するためには、価格を
デロイトトーマスさんに公表してよろしいかと大臣が聞いて、で、いいよと言っていただければですね、公表できるわけです。大臣にそのいや大臣にこんなことを申し上げるのは大変恐縮ですけれども、じゃあそれ自分で一回聞いてみるわと、 今までの2回は報告を受けてるわけですね。2回聞きましたと報告を受けてる大臣で、今日ここで川内に疑義を呈されたので、だったら自分がちょっと聞いてみるわということを大臣としてぜひしてくださいということを申し上げてるんですけども、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。先ほど社長まで確認してあると言いましたが、それはメールで確認をしてあるということであります。そして川内先生からのお話でありますので、また検討してみたいと思います。川内博君。検討していただいてですね、これはとても重要なことだというふうに思いますのでですね、お願いをしたいというふうに思います。で、さらにですね、この769億円の事務委託費の概算払いはしているのかと、そして、それはいくらぐらい概算払いをしているのかということを教えていただきたいと思います。那須の事業環境部長。事務費でございますよね。お答え申し上げます。持続化給付金の事業におきましては、現時点において概算払いというのは行っておりません。川内博君。概算払いはしていない。じゃあこれまでの事務というのはすべて先方さんの持ち出しでやっているということでよろしいんでしょうか。那須の事業環境部長。持ち出しか、借り入れかは別として、先方の資金でということでございます。川内博君。電通さんがついてるわけですから、そのくらい、お茶の子さいさいだということなのかもしれませんが、サービスデザイン推進協議会自体に、私はその借り入れをする、数十億、数百億の借り入れをすることは多分不可能であろうというふうに思いますし、またこのサービスデザイン推進協議会の決算書についてですね、これ定款上は官報に広告するということになっておりますけれども、官報に広告されておりますか。藤木総務サービス審議官。お答え申し上げます。ご通告いただきましたので、サービスデザイン推進協議会に確認しましたところ、設立年度である2016年度以来、3カ年分の決算は適切に行われているものの、その決算広告は、行われていないということでございました。このため、過去3年分の決算広告についても、直近の2019年度分に合わせて、6月の社員総会終了後、広告を行う予定というふうに聞いてございます。川内博君。今日せっかく、私ね、経済産業省さんがそんな正直に答えると思わなかったもんですから、ちょっと調べられませんっていうのかと思ったらですね、広告してないって正直におっしゃったので、実は国立国会図書館の方にも来ていただいているので、官報検索データベースというのがあるそうで、そこで検索をしていただいた結果をですね、改めてご報告をいただきたいというふうに思います。国立国会図書館奥山調査及び立法考査局経済産業調査室主幹。お答え申し上げます。ご質問の点につきまして、国立印刷局の官報情報検索データベースにおいて、一般社団法人サービスデザイン推進協議会の決算広告について検索を行いましたところ、該当する文書は見当たりませんでした。以上でございます。川内博君。官報に広告をしておらないと。でこれ一般社団法人および一般財団法人に関する法律第128条、一般社団法人は、定時社員総会の終了後、終結後、遅滞なく貸借対照表を広告しなければならないのは法律事項です。で、この法律に違反していると
ということになるわけですが、まあ、そういう法律に違反している団体を事務事業、巨額なお金のですね、配分の委託先に選んだということになるわけでございますけれども、大臣、これ、知ってました？梶山経済産業大臣。委員の事前通告があってということでありまして、まあ、これには過料の罰則があるということも、後で知ったところであります。川内宏君。社員総会の後、いや、ちゃんと広告しますからって付け加えられましたけど、まあ、それでいいっちゅうもんじゃないと思うんですよね。やっぱりこの団体の在り方、その、だって、いや、もう梶山大臣に私がこんなことを申し上げるのは大変口はばったいわけですけど、大体公共的な仕事を受ける場合は、みんな元請けになりたがるわけですよ。めちゃめちゃ元請けがやっぱり儲かるからですね。元請けじゃないと、下請けじゃ嫌だと、ひ孫請け、ひひ孫請けなんかもう絶対嫌だと、みんな思うわけですよ。だけど電通さんは下請けでいいですと、この団体かましてますと。これね、経済産業省がある意味作ったビジネスモデルなんですよと私は見てるんです。というのは、今日配った資料のですね、持続化給付金事業の全体像というのが1枚目、それから、2枚食っていただくと、これも経済産業省の事業ですけれども、キャッシュレス消費者還元事業の事務局体制ということが、表が出てます。タイトルのところにですね、事務局への事務費補助190億円、株式会社電通キャッシュレス推進協議会というのが受けて、その下に、株式会社電通181億円と、190億円のうち181億円、取ってるわけですね。で、もう1枚めくっていただくと、これ令和2年の当初予算の時の事業費ですけれども、事務費補助が149億円、まあ、これ、電通さんのところがまだ空欄になってるんですけど、金額。電通さんに149億円のうちいくらいくんですか。藤木総務サービス審議官。お答え申し上げます。令和2年度当初予算の分に関して電通については126億円を見込んでいるところでございます。川内宏君。126億円を見込んでいると。川内宏君。平成31年度当初予算と令和2年度当初予算、事務費合計が339億のうち、電通さんに300億近くが行くと、181億円プラス126億円ですから、307億円ですね、307億円。さらにですね、大臣、面白いのは、この持続化給付金事業の全体像のところを見ると、1枚目にまた戻っていただいてですね、見ると、電通さんの後ろが株式会社電通ライブ、それからその2段下に、株式会社電通国際情報サービスというのがあります。で、もう一回、キャッシュレス推進協議会のポイント還元事業に戻ると、電通さんの後ろが電通ライブ、電通国際情報サービスということでですね、こう全く同じビジネスモデルでやってらっしゃるわけでございまして、このキャッシュレス推進協議会なる団体もですね、一体いかなる団体なのかということが、まあ、非常に興味深いわけでございますけれども、6フロア、
キャッシュレス推進協議会の下を見ると、6フロアに200人程度収容し、だけど人件費は18人だということが書いてあるんですけれども、このキャッシュレス推進協議会というのは、港区新橋にあるキャッシュレス推進協議会でいいんですよね。次期総務サービス審議官。その通りでございます。今、6フロア200人とおっしゃったのは、まさにポイント還元事業の、事務局の体制としてそうなっているということでございます。川内宏君。この港区新橋に6フロアで200人いらっしゃるということでいいんですか。藤木商務サービス審議官。お答え申し上げます。協議会、キャッシュレス推進協議会の協議会の職員としては、今お話がございました16人ということでございますが、今やっておりますこの、ポイント還元事業の、事務局ということで、事務局体制としては今おっしゃったこの6フロア200人というような体制を組ませていただいているところでございます。川内宏君。いや、私が聞いたのはこの港区新橋の住所に6フロアで200人いらっしゃるのかということを聞いたんですけれども。藤木商務サービス審議官。ポイント還元事業の事務局としてそのように、港区新橋ですね、に、6フロアで200人というような体制であるというふうに認識してございます。川内宏君。港区新橋、2-11-10が住所だと思うんですけれども、大臣ね、ぜひご訪問されることをお勧めいたします。レンタルオフィスです。港区新橋 2-11-10 レンタルオフィスです。で、今職員の方は16名だというふうにおっしゃいましたけど、このキャッシュレス推進協議会が入ってらっしゃる、レンタルオフィスの最大の机はですね、4個置けると、4つ置けるというふうに、パンフレットに出ております。10平米ぐらいです。10平米にですね、16人っていうとみんな立って仕事をするということになるのではないかというふうに思います。いや、経産省の方、こう行かれたことあります？議事務サービス審議官。お答え申し上げます。私自身は行ったことございませんが、私の関係する部局のものは、相当頻繁に伺わせていただいていると思います。それから今ご指摘ございましたけれども、16人でございますが、その中には、他のフロア のいわゆる補助金、キャッシュポイント還元の事務局の方に混じって業務をしている者もいるということでございまして、スペースの大きさはそういう問題であるというふうに考えております。川内宏君。いや、ちょっと私ね、やっぱり経産省のビジネスモデルっていうのは、ちょっと大臣ね、お考え直しになられた方がいいと思うんです。トンネル団体を作ってですね、で、電通さん以下、それは名だたるところが名前を連ねるわけですから、それはいや、心配ないよと言われればその通りかもしれない。だけども、さまざまな中抜きがそこで行われる。例えばね、若い人たちがめちゃめちゃ IT のデザインとか、そういうことがものすごいマニアックにできる子たちがレンタルオフィスで何人かで寄り合ってね、ものすごいシステムを構築して、ものすごいセキュリティを構築して、これでやれば大丈夫だということで、驚きの低コストで例えば国の事業を受けましたよということであれば、私はね、おお、なるほどねというふうに思いますよ。別にレンタルオフィスが いけないとか、だめだとか言ってるわけじゃないんです。そうじゃなくて、このビジネスモデルっていうのは、団体があって、それも実体のない団体ですよ、私に言わせれば。あるいは国民から見ても実体のない団体。その下に名だたるところが
隠れていて、これは国もですよ、国も、大臣はいや、ちゃんと検査するんだ、ちゃんと検査するんだとおっしゃるけれども、法律上も契約上も、国が検査できるのは、委託したところだけですから、委託したところだけですから。そうすると、この委託したところから下は、もうやりたい放題できるんですよ。それが、その経済産業省としてね、生産性がどうとか、成長戦略がどうとかですね、言ってる方たちのやることですかってことなんです。そりゃだって、国民の税金をですよ、ほぼ一社入札で、仕事を取って、で、全部自分たちで好きなようにお金を回せばですね、それは生産性上がるでしょう、利益上がるでしょう。でもそれは本当の生産性ではないのではないかと私は思うんですよ。だからね、このサービスデザイン推進協議会は、定款を広告もしていないという意味において、非常に疑義のある団体ですし、さらに、いろんな議論もあります。経済産業省がそもそも作ったんじゃないかと、作ったというより、そこまで言うのは言い過ぎかもしれません、設立に関与したのではないかというようなことも言われている。だとしたらですね、契約が適切だなどと言い張らずにですね、この団体の設立に遡って、大臣としてもう一回ちゃんと精査するよということをですね、私はお述べになられるのが、梶山清六の息子としてですね、恥じない答弁なんじゃないかというふうに思うんですよ。国士だったんですから、大臣も国士にならなきゃいけないわけですから、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。すべての場合が同じということではないと思っております。ただ、この団体を作ったときというのは、さまざまなその業務が出てくる方向にある時点で、そして一社では受けられないような事業をやはり受けるコンソーシアムを組もうということで、事業コンソーシアムを作ったんだと思っております。そしてこれまでの一つ一つについては、また議論があるところであると思いますけれども、今回の給付金に限って言えば、かなり厳しい条件、かなり難しい条件の中で、ウェブ申請の中で、やはり人も、しかも合理化するためにウェブ申請するんですけれども、一方で、そのサポートをするための人海戦術もしなければならないということで、この設計に関しては、私はこれしかなかったと思っております。で、しっかりと生産をするということでありますけれども、委員おっしゃるように、これまでの事業について、もう一回、しっかりとした検証をしろということでもあるでしょうから、私どもなりに考えてみたいと思います。青木博君。いや、大臣ね、事業コンソーシアムで仕事をしてもらうと、それはその通りだと思います。大臣がおっしゃるように、多岐にわたる業務があると。だったらですね、その事業コンソーシアム、全体として入札に参加してもらわなきゃいけないわけです。全員の名前を連ねて、国が直接すべてを検査できるようにして、入札に参加してもらう。そのなんかよくわからない団体だけがですよ、よくわからない団体だけがちょっと抜いて、あと全部下に流しますというのではですね、国の関与というか、国の監督という意味において、非常に私は不安があります。国民もそういう税金の使われ方は嫌だと、多分思うと思うんです。だから、その今後は、GoTo キャンペーンのね、3095億という事務費の話もありますから、もう要するに参加する人は全部同列に並んで、変な団体かまさずに、ちゃんと我々が仕事しますと言って、入札に参加してもらう、公募に参加してもらうというのが本来のやり方ではないかというふうに思いますが、いかがですか。梶山経済産業大臣。事務局の経費が中抜きだと言われるのはちょっと違うと思っておりますんで、そこはしっかり精査をして、我々も公表をしたいと思いますし、皆さん方も精査をしていただきたいと思います。やはりしっかりと振り込み手数料がかかるもの、人件費でかかるものがありますので、そこの経費がそういうことだということであります。
コンソーシアムということでありますけれども、まあ、今後の在り方ということでしっかり参考にさせていただきたいと思っております。川内宏君。まあ、このサービスデザイン推進協議会の、ね、成り立ちなんですけれども、2016年からずっと14の事業を受けていると。でこの14の事業のうち、ちょっと事務方の方に教えていただきたいんですけれども、その一社入札であった事業の数がいくつあるのかと、まあ、持続化給付金は2社入札ですけれどもね、はい、どうぞ。次期商務サービス審議官。サービスデザイン推進協議会が国から委託または補助を受けた事業14事業のうち、まあ、いわゆる一社入札一社応札だったものについては8事業であるというふうに認識してございます。川内宏君。残りの6事業はそれぞれ何社だったのかということも教えてください。次期商務サービス審議官。お答え申し上げます。平成29年度中小企業小規模事業者人材対策事業費補助金、これが3社、平成29年度補正で、やりました事業承継補助金が2社、それから令和元年度女性活躍推進のための基盤整備事業、これが2社、令和元年度女性起業家等支援ネットワーク構築補助金が2社、それから令和元年度、中小企業小規模事業者人材対策事業、これが3社、それから持続化ご指摘ございました、持続化給付金、事務事業が2社と、こういうふうになってございます。川内宏君。まあほとんどがですね、少額のものの札入れで、まあ、持続化給付金は、まあ、超どでかいわけですが、あと私が気になったのは、平成29年度補正事業、補正、平成29年度補正事業承継補助金、これも2社ですけれども、これはもう1社はどこですか。那須野事業環境部長。お答え申し上げます。平成29年度補正事業の事業承継補助金でございますけれども、全国商工会連合会でございます。川内宏君。まあ、大臣、事業承継補助金なんかね、全国商工会連合会なんかうってつけじゃないですか。そこを落としてサービスデザイン推進協議会に事務を委託すると。私はですね、大臣午前中ね、いろんな入札参加者を育てていきたいよということをおっしゃられましたよね。いろんな人を育てていきたいと、そういう意味においては、事業承継補助金などについて、全国商工会連合会に頑張ってねというようなことをお願いをするというのは、まさしく大事なことではないかというふうに思いますし、この、なんていうんでしょう。まあ、悪いことすれば法律で罰せられますね。で、スポーツにもルールがあります。だけど、法律やルールブックに載っていないことっていうのもたくさんあるわけで、まあ、私がこんなことを大臣に申し上げるのは大変僭越なんですけれども、法律には反しないかもしれないけど、ずるいやり方とか、姑息なやり方っていうのは、私はですね、政府が信頼を受けるためにはですね、絶対にやってはならないことだというふうに思うんです。この、ある意味、経済産業省のビジネスモデルというのはですね、今回、まあ、いろんなことで明らかになってきてるわけですけれども、私は国民から見たらですね、国民は持続化給付金がもう本当に欲しいと、1円でも早く欲しいと、1秒でも早く欲しいということで、必死に電話するわけですよ。つながらないわけですよ。必死に電話する。で、必死に申請する。で、なんとか受け付けてもらえて、受付番号は出たけれども、一体どうなっているのかと、じりじりして待つ。そういう中で、なんだかよくわからない団体がいて、その下に電通さんがいて、キャッシュレスポイント還元もそうですけれども、ほぼ 100% の落札率で、事業を分け合うわけですよね、その下で。それは
ずるいやり方だと、よくないやり方だと、多くの国民が思うと思うんです。最後、大臣、こんなやり方はもう許さんということをですね、ご答弁いただきたいと思います。梶山経済産業大臣。この契約もしっかりと精算をして確定を出していくということでありますし、この契約に関しては私が最初から最後まで見ておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。ただ、全国商工会のお話も出ましたけれども、こういった制度をやるときには必ず、問い合わせ、またやり取りをしております。全国商工会、鹿児島の方が会長ですけれども、今回、この5月にも3回ほどやり取りをさせていただいたということで、できるだけ商工会のが噛んでいただくのは、私もベストだと思っておりますので、そういうことを委員のご指摘を胸に刻んでおいて、この事業を進めてまいりたいと思っております。終わります。